皆さんおはようございます。 X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日はね、前段階でプレトピックですね。この前除草剤のね、ラウンドワンのこと、ラウンドアップか、ラウンドアップのことをね、ご紹介しましたら、結構ご覧いただいたようなんで、ありがたく思ってます。で、どんな風に効くかいうのをね、いっぺん試して今日はねやってみようと思います。まあ、ここのこういうところで、こう鉢がと地面とがこう隔離されてるところですね。こういうところとかね、ここはね、この前ネットを巻いたところです。ネットを巻いたところもなかなか効いてますね。で、ここはね、ブドウの苗がデラウェアとかね来てますんで、ここはやめときましょう。ここやめておきましょう。で、ちょっと離れたこの辺からずっとあっちの方にかけてる除草ね、草ね、雑草ね、それをね、枯らしてみましょうか。はい。まあ、これからもね、時々、来年もそうなんですけども、そうですね、こういう、こう製品のね、効果を一遍皆さんと一緒に検証してみようっていう企画も、ずっとはね、きっとダメだと思うんですよ。ずっとやると、それはノウハウだというふうに皆さん思われて、チャンネル登録をね、解除されたりすることたくさんいらっしゃるんですよ。ですから、それは主流にはしません。でも、時々、スポットにこう入れて、そうですね、実験くんとかね、測るくんとか、実験くんとかね、そういうふうにやっておられる方ありますから、X ヨシカズチャンネルの実験くんというようなタイトルで、こう、サブタイトルでね、つけて、で、しようと思います。いかがでしょうか。はい、再生リストね、別に入れた方がいいんでしょうけども、いっぱいなんですよ、再生リスト。ですから、まあ実験くんというふうにやっといて、で、まあ家事のね、毎週、まあ、アップしてる分の中に入れてご紹介するというふうにしましょうか。はい、はい、これね、ラウンドアップ、ね、です。これね、まあ、ラウンドアップマックスロード、ここね、なんで指でこうやってることで、こう名前書いてあるんです。他のところもちょっと使ってね、お預かりしてるお客さんのところがありますんでね、こうちょっと名前隠して、本名隠してさせてもらってます。で、これをですね、このキャップ3、2杯をこの横にあります2リッターのね、これに入れるんですよ。2杯で、こう100円ショップで、ここはペットボトル2リッターのやつで、こういうふうにチュッ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 とね、それ巻くだけです。はい、今これでもうキャップに入れて、こういうふうな液体作りました。これをかけるだけですからね。こういうふうにして、お、あっちかかっちゃったな。こういうふうに葉っぱの上にこうかけるんですよ。これ気をつけてくださいね、鉢の方にはかけないようにしてください。はい、こういうところですね。はい、で、もう巻きましたんで、あと1週間ぐらいしたらどうなるかね、見てみましょうか。はい、ブドウはですね、もうこういうふうに、まだ今年は気温が高いんで、まだ残ってるんですね、青々とした葉。まあ、例年でしたら、もう茶色くなって、もうかなり下に折ってます。まあ、枯れたところはこういうふうに、これまあ、折っといてますけども、こういうふうになってきて、下にね、どんどん折ってくるんです。ですから、まあ、病気のね、見極めはね、まあ、難しいんだろうと思いますけども、まあ、普通はですね、この時期になったら全部落葉します。これなんか少しあれですね、デラウェアですけど、病気かかりかけてて、これもう回復してきてるんですよね。ここでストップしてるんですよね。はい、だからそういうことだと思います。だからご心配にね、なることはないと思いますよ。はい、まあ今年はね、まあこれからまた木の整理をせんかったらダメなんですよ。全部折ってから休眠した時に鉢の移動とか、それからまた剪定をしまして、たくさん実らせるやつと、そうでないやつのね、
選別をねしなかったためということになると思います。オリンピアの内です。一昨年は花が咲いたんですけど旧枯れしちゃったんです。で危ないっていうことで政府で救ったんですね。で今年1年はともかく木の成長をこう期待してこう伸ばした。そうすると枝ぶりは結構上の方にもこうなってますけど出ました。で来年はですね今年伸びた枝の単焦剪定でこれもチャレンジしてみます。そうしたらまた花が咲いて少しね収穫できるかですね。今年来年あたりはね少しね実るんじゃないかなと思うんですけどね、こればっかりはね気に聞いてみないのとねという感じになりますよね。ですからブラックオリンピアとハニービーナス、ハニービーナスとブラックオリンピアちょっと変えてもいいんですが、ハニービーナスはもう結構なってるんでもう実績分かりましたんで、だからブラックオリンピアと、シャインマスカットとそれからもう一つ流芳するのか新しい新種するのかちょっとね迷ってますけど、そういうふうにこう しようかなと思います。ここはブラックオリンピアの成長については成功したかなという思います。今年1年ね、マスカットロードの方もねこれこんなもう ほったらかしですけどね、これまた葉が全部折ったらまた据え直して鉢の移動とかね、それをするようなことになるんですけど、来年はねジュエルマスカットとかネオマスカットね実ってくれたら嬉しいなと思いますし、鈴鹿の方も頑張ってくれてますからね、それは鈴鹿ね、また来年も期待したいし、今度はできるだけ大きい実をね取れるようにできたらなというふうに思ってます。これは流芳ですね。流芳の方どうしようかな、ここに置いとこうかなってちょっと迷ってるんですよ。なぜあっちの方のジュエルマスカットじゃなくて、ブラックオリンピアはこっちの方にまた移動させましてね、それがありますから少しこれ迷ってます。ここはあんまりブドウにいい状態じゃないんで、ですからまた再光線買っていきますよね。これは忘れられた存在ですけども、隅っこの方に置いてあるからねあれなんですけど、今年で本当にすっごい収穫になりました。セーベル910、もともとワイン用のブドウなんでやっぱり放散性ですよね。生で食べてもねあんまり香りはないんですけどね、サクッとこうなんて言いますか、 甘さと酸味のバランスが取れてるんで、ちょっと肉料理なんかとかねこう食べた時には少しこのセーベルをね本当に数粒ねこう口に含むとね口直しになるんですよ。だからそれはねなかなか捨てたもんじゃないなと思ってるんですよ。テーブルブドウとして置いといて、で濃いねものをこう食べるじゃないですか。そうした後にそのセーベルを少しつまんで口に入れると口がすっきりする、口直しですね。それに本当にいいブドウだと思いますよ。でたくさんできるからということでねいいと思いました。これはここでまた青雪フードをして大事に育ててやろうというふうに思います。ついつい忘れられやすいブドウのナイアガラです。こっちの方はナイアガラね、ここは本当に今年はこう雨よけのフードさえかぶしておけば綺麗な実がなって、過去味はね本当に甘くて素晴らしい味になったんですよ。ですから収穫そのものはね一鉢の収穫は5房程度ずつくらいしかならなかったんですけど、と合計合わせたら2つ2鉢で10房ぐらいはできてますんで、これは文句ないと思います。結構本当に懐かしい味でね悪くないんですよ。で育てやすいということでね、家庭栽培にもいいというふうにされてるナイアガラなんですけど、ちょっと酸味がねある芯の方にあるんで、そこをね皆さんどう評価するかいうところがちょっと気になるところですけど、ナイアガラの方も落葉ね、これ病気じゃなくてもう落葉ですこれ、になります。でまた来年もねもう剪定するんですね。できるだけ枝をこう伸ばさないようにしても結構また伸びてきて花水がついてで収穫できるということになると思います。さていかがだったでしょうか。今日はこの辺でね失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。
ではごきげんよう。さようなら。